皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日は、ビジネスはロジックだけでなく、デザインも必要。だからビジネスにはアートを入れ込もう。ということについてお話をしていきたいと思います。私の経歴はですね、デザインの方の経歴もあってですね、インテリアコーディネーターとかですね、あとはそうですね、カラーとかも一緒に学んでますし、テーブルコーディネートとかも学んでいるんですけど、デザインっていうものに対して、まあ写真もやってますのでね、昔から、そういったよりの右脳を使う趣味的なもの、まあ、お仕事的なものも非常に好きだったんですね。皆さんのね、ビジネスっていう言葉のイメージとそのデザインがじゃあどうリンクするかっていうことを考えた時に、ビジネスってね、どういうイメージを持ってるかなって思うんですね。例えば硬くて難しいとか、数字がいっぱいとか、いろいろイメージはあると思うんですよね。で、女性の場合だと特にビジネスっていう言葉を聞いただけでもうーとか思ってしまう部分はあるかもしれないんですけれども、ビジネスとデザインは考え方として似てる部分もあり、それをこう融合させていくのがいいなっていうふうに私個人的に思っておりますので、今日はビジネスをデザインする時の私の考え方っていうのをこちらの動画でお伝えしていきたいと思います。まずですね、一つこの話をしようと思った、まあ、きっかけになるエピソードというか、私がよく拝読させていただいているメルマガがあるんですね。で、そちらのエピソードをですね、ちょっとこちらで引用させていただいて、で、それについての私の見解をちょっとお伝えしたいなというふうに思っています。なので、ちょっとこれからそちらの引用文の方の文章を読まさせていただきますね。引用元は、人の心に灯火を灯すメルマガがありまして、そちらのメルマガより引用しています。日野原氏の心に響く言葉より、カーライルは私にとって非常に精神的な恩人なのです。というのは、終戦後間もない頃、看護学生向きの解剖生理学の本がなかったので、私はそのテキストを書き下ろしたことがあります。原稿用紙100枚の本文と、それから解剖生理学だから筋肉とか骨とかの絵を自分で描きました。線画で50枚くらいありました。それを徹夜徹夜で仕上げて出版社に渡して、ああよかったと思っていたら、2ヶ月ぐらいしてから原稿がないと言ってきたのです。当時だからコピーなんてあるわけもなく、原稿を渡したらそれまでです。私はなんてることぞと憤慨して、がっかりして、もうそのテキストを書き直すのはやめたと周囲の者に言いました。その時、父がもう広島女学院の院長を定年で辞めて上京して私と一緒に住んでいたのですが、重明、こんな話があるんだよと話してくれたのが、カーライルの大作、世界の名著と言われるフランス大革命史についての話です。そのカーライルの原稿を友人の J.S. ミルが見せてくれと言って持ち帰った。そうしたらそれを書き損じのものと思ったミル家のお手伝いさんがストーブに入れて燃やしてしまったのです。ミルの気持ちもカーライルの気持ちも想像できます。心血を注いだ作品が灰になってしまったカーライルは、やっぱりもうやめたと思ったでしょう。ところが3、4日経って呆然自失が収まると、カーライルは奥さんから、書かないで済むくらいなら初めから書く必要はなかったのではないかと言われました。そして、どうしても書こうと思ったから書いたんじゃないか、よしもう一度書くぞと言って再び著作にかかり、あの傑作をものにしたということです。父はその話をしてくれました。そして私を励ましてくれました。私もナースの教科書が日本にない、必要だと思って情熱を持って書いたのですから、これしきのことに負けていられない、そう思ってすっかり立ち直って書き直しました。父を通じて私はカーライルから多くのものを学んでいたので、それがオスラーによってまた私の中に蘇ってきたわけです。オスラーは非常に教養の深く博識の人だったので、著者を見てもシェイクスピアやゲーテ、モンテーニュ、トマス・ブラウンやエマーソンは言うに及ばず、プラトンやアリストテレスなどの古典もいっぱい出てくる。オスラーは弟子たちにも、医師を志す者は学生時代に医学書以外の本を多く読むように勧めたという話を、私はオスラーの真似弟子だった人から直に聞きました。
医師が扱う仕事の3分の1は医学書に書いていないことだからだとオスラーは言っていたそうです。オスラーは医学はサイエンスに基づいたアートであると言っています。私もまさにその通りだと思います。ところが近代になってからの医学はサイエンスの面ばかりが発達して、医者の中にはアートの面を忘れてしまうものも出てきました。アートを忘れてサイエンスに振り回されてしまうと、病む臓器ばかりを見て病む人間そのものに目がいかなくなってしまう。病んでいるのは人間なのだから、その人間を癒すということを考えなくてはならないと私は思うようになりました。人間を大切に扱って患者の心と体をケアするには感性が大切なのです。だから外国には医学部の学生の半分を文科から取る医学部も医学校もある。理学的なものは医者にとって必要なものの半分に過ぎないというわけです。今日すべきこと精一杯ポブラ新書という本が引用されていました。私はこの本の中でですね、医学はサイエンスに基づいたアートであるっていうこの一文が一番心に響いたわけなんですけど、これらの言葉を今私がお伝えしようとする言葉に置き換えて言いますと、ビジネスはロジックに基づいたデザインであると言えるのではないかというふうに思うようになっています。ビジネスを学ぶと数字とか経営のものとかデータとか分析とか、そういった左脳ばかり使うようなところがフォーカスされてしまうんですけれども、私の感覚としてはですね、ビジネスをやる人はやっぱり同時にアートを学ぶようにした方がいいというふうに思っているんですね。アートっていうのは例えば美術に触れる、それこそ美術館で映画鑑賞というか美術鑑賞、絵画鑑賞、映画を見てもいいと思いますし、音楽に親しんでもいいと思うんですね。だからそういうことをやるっていうことを意識することによって、異業種の考え方も取り入れられるようになってくるんですね。ですから個人的には同じ業種の人とばかりお話をするっていうのは私はあまりお勧めはしていません。私は自分の肩書きを非常識なコンサルタントっていう歌ってるんですけれども、その基盤になるのが、営業歴22年、教室運営歴6年で出会った8000人近くの人々との接客経験に他なりません。ビジネスの面において、片付かない、要は、数字だけでは片付かない部分、それが人の心、アートっていう部分な側面はですね、常に忘れてはいけないと思っている側面なので、ビジネスはアートであるという感覚は日頃から忘れないように、注意を払っている部分であります。そしてここで合わせて言わせていただくと、私は実は集客という言葉はあまり好きではありません。たびたび折に触れて皆さんにお伝えしてるんですけれども、マーケティングの用語では集客っていう用語は当たり前のように出てきますし、私自身も、分かりやすい言葉なので一応集客という言葉を使っています。集客という意味は、お客様を集めるという表現に使われているので、数字とかデータばかりに目がいってしまうことがあるんですけれども、先ほどの、サイエンスではなくアートであるっていう、要は臓器にばっかり、病んだ臓器ばっかりに目に行くような状態がデータばっかり見てしまうっていうところになるんですけれども、そもそも人間っていうものが相手になるので、顧客心理、お客様の声ですね、それをおろそかにしないようにするということです。女性より男性の方が数字偏重型の部分が多いかなと個人的には思っています。数字で確かに把握できるし、数字で改善できるところがあるんです。データベースで、例えば SEO 対策とかデータベースで主にやっていくんですが、必要な部分ではあるんですけど、そればかりではないということですね。お客様の声を集めて聞いていくと、例えばウェブサイトへのアクセス、訪問者数が1日1000アクセスあるといった、その数字をデータベースに組んでいくというのはもちろんありなんですけれども、その奥にあるお客様の声というものに耳を傾けながら数字を扱っていかないと。だからビジネスとアートっていうのは一心同体の状態にしていかないと、心が不在の状態だと結局現代のお客様の顧客志向にはマッチしないなというふうに感じています。ですのでお客様の
ことを考えた場合に、必要なのはお客様を思える発想力と想像力、これが必要になってきます。ですからロジックだけではなく心を入れてデザインをしなくてはいけない。だからビジネスにはデザインが必要だというふうに私は思っています。ですので、最後にまとめて言うと、ビジネスはロジックだけではなくデザインも必要ということで、今後ですね、ビジネスをやっていこうと考える方は同時に芸術的な部分とかアートとか不確かなものとか創造性があるもの、そういったものを取り入れるようにされていってはいいんではないかなというふうに思って、本日はお伝えしました。それでは。